最終分鎮魂歌。どうも山神です。レクイエム、決着をつけに行きましょう。宗像さん。何？殺し損ねただと？君らしくない失態だな。申し訳ありません。極道が入っていいんですか？さすがの君でも情で手元が狂ったというのか。木戸ちゃんのこと。まあいい。木戸とかいうチンピラが一人生きていたとこで大した問題じゃない。生きてる。上野清和会も桐生一馬が潰してくれた。だが問題は金の方だよ。金。そうだ。こうしてファイルは無事取り戻した。だがどうして君はあの現場から1000億を持ち帰らなかったんだ。置いてきた。やろうと思えば持ち帰れたはずだ。警察の手を使えばすぐに押収できた。だが君はそれをしなかった。副総監のご指示にありませんでしたので。困るんだよ、それじゃ。いいか、君はこれから私と手を組んで裏社会を取り仕切る人間なんだ。そんな人間が出所不明の1000億という金を目の前に手ぶらで帰ってくるようでは話にならん。もっと機転を利かせてくれ。理想のためにはまだまだ金がかかるんだ。それぐらい君も分かっているだろう。分かればいい。新井さんは。それで何者なんだ。今その現金はどこにあるんだ。桐生一馬、それにその協力者のもとにあると。そっか。1000億は君に責任を持って奪ってきてもらうよ。どうやって。取引するんだ。人間誰しも弱みというものは。ふざけんなって。沖縄に行ってこの子供たちを連れてきなさい。そうすればあの桐生という男は取引に応じるはずだ。宗像さん。返事がないよ、新井君。まさか私の命令が聞けないわけではあるまい。はい。万が一拘束に手間取るようならこの銃を使いなさい。これならば足がつくことはない。カメラ目線の遥ちゃんの写真はどうやって手に入れたの。副総監。ん？撃っちゃえ、撃っちゃえよ。君、もうこれ以上あなたの指示には従えません。新井さん。新井。私にも極道として、いや警察官としての信念がありますから。ピー杉内さんの逆パターンってことか。ちょっと待ってね、タイガー。ダブルフェイス。警察官が極道に潜り込んでるパターン。なんとなくな。宗像さんの部屋に副総監室っていうのかな、その部屋に入れてる時点でただの極道ではないなってことは察しがついていたんですけど、皆さん私見ちゃいましたよ。宗像も葛城も消えた。ちょっと待って、とりあえずどうしたらいいかな。私はタイガを抱きしめればいい。いらない。わかった。秋山は。お店です、スカイファイナンス。今は一人になりたいって。まあ妹を失ったお兄ちゃんと愛した女性を失った秋山俊とか、一人になりたいって。秋山さん、安子さんのこと好きだったから無理もないですよ。はあ、なるほどな。
想像もつかない痛みだ。で、これからどうするんだ？もう例のファイルも宗像の手に渡っちまっただろうからな。ああ、どうするべきなんだ。冴島さん。でもこのままってわけにはいかないでしょう。そうだね。悔やんでも悔やみきれないようなあの時冴島さんが葛城を再起不能にしておけば。とは思わなくていいと思うよ。安子ちゃんはそれを望んでいない。安子さんも殺された。不正を行っていた宗像は今も警視庁の中。これじゃ納得がいかない。冴島さん、どこに？どうするんだあんたは。真島の兄弟もいないんだよな。あんたの無実は証明された。再審請求すれば自由の身になれる可能性が高い。興味ない。あんたらはあんたらで好きにしたらええ。俺はどこへも行かんし、何もせえへん。待て待て待て。無気力大河だ。これは誰の携帯？キリちゃんか？おじさん。あ、はるか。はるかか。どうした？何かあったのか？大丈夫か？おじさん。浜崎さんが。あいつ、な、浜崎。何？浜崎がどうした？ついさっき、亡くなっちゃった。病院で。お医者さんの話だと、背中から銃で撃たれたことが原因だって。あ、脱獄の時の、斎藤の。いや、そうか、わかった。はるかも看病してくれて、ありがとうな。亡くなった。そんなことはいいよ。ねえ、おじさん。ん？なんだ？浜崎さんって、おじさんのこと守って死んじゃったんだよね。ああ、そうだ。あいつは、俺を守ってくれたんだ。あと、冴島さん。あの浜崎っておじさんのこと、勘違いしてた。そうか。浜崎さん、亡くなる少し前に、私に話してくれたの。警察から、東城会を守ってくれ。東城会は、俺たちの生きた証だって言ってた。うん。おじさんと冴島さんにも、このこと伝えてくれって。わかった。ちゃんと伝えてくれてありがとうな。うん。それで、浜崎の遺体は？朝顔の方で一旦引き取ることにした。それでよかった。でも中学生でしょ。ああ、そうでいい。すまなかったな。いろいろ面倒をかけて。大丈夫。心配しないで。もうすぐしたら沖縄に帰れると思う。俺が帰ったら、供養してやるつもりだ。うん。それじゃあ。いや、大事な時にそばにいてやれない。はるかちゃんが看病してくれてたんだ。秋山さん。お金が戻ってきたところでだよな。お兄ちゃん。うん、1000億っていうお金を手にしたからこそ分かる悲しみ。冴島、復讐ならせえへん。俺には警察の不正とかそんなんはどうでもええからな。はるかから電話があった。さっき、浜崎が息を引き取ったそうだ。何やと？浜崎はな、沖縄で俺と安子さんを守ろうとしたとき、傷を負ってたらしい。今朝まで懸命な治療をしていたが、最後は眠るように言ったそうだ。いや、マジで言っちゃった。お前に遥かから伝言だ。浜崎は死の間際こう言ったらしい。警察から東城会を守ってくれと。東城会は俺たちの生きた証だ。
とな。兄弟。へえ。まあ兄弟ですね。40年も生きてやっと分かった。俺もあんたも自分に正直に生きてはならない人間なんだ。常に人から何かを託され、常に何かを守らなきゃならない。俺はこの数年そんな自分の運命に抗ってきた。うん。だがもうそろそろ抗うのをやめようと思う。飛竜、やるしかねえんだよ。俺たちはいろんな人間の夢を叶えるためにな。そうだ。俺らはまだやらなきゃならないことがあるんだ。激アツ。ボスザルは猿山にいてこそふさわしい。ここにいる全員まだやり残してることがあるんじゃないですかね。なんだよ、やば、やばいね。4人の目的は合致していて、そして伊達ママ、うん、いや、うん、そっか、運命に抗って生きてきたけど、自分の意志とはるかちゃんを尊重して沖縄に行ったけどってこと。え、キルちゃん登場会復帰説。はあ、うちの店の1000億を使いましょう。空からばらまいちゃう。秋山さん、あの金を一体どうするんだ。うん、今、今からミレニアムタワーの屋上に運びます。それだけです。何？え、運ぶだけ。ああ、そうだ。おいおい、どういうことだ。それで何か好転するのか。ええ、それで敵を一斉に呼ぶんです。おお、敵。そう、敵。でも一口に敵といってもいろいろあるでしょ。誰に狙いを絞るんですか。手当たり次第ってやつだよ。秋山さん、ここにいるみんな結局脳筋だよね。でなんだかんだ秋山さんが取りまとめてくれてよかったわ。はあ、何言ってんだお前。いいですか、今回の事件、警察の宗像に新井さん、木戸ちゃん、それに登場会と、おう、いろんな人間が欲深く関わりすぎていて、何が主役の根源なのかいまいち見えてこない。うん。だからその全員に声をかけるんです。おびき寄せるってことか。そうです、今言った全員にミレニアムタワーに1000億あるよ、俺らとの取引に応じたいのなら来てもいいよって言っておくんです。そして鉢合わせにさせる。なるほど、そうすれば金を奪い合う展開になると。そう、まあ金欲しさに来るってことも考えられるけど、そんなことは関係ない。どいつが一番の悪なのか分かればそれでいい。そいつをぶっ潰せば、あとは殴りたい奴を殴ればそれで終わりだ。え、4人全員殴りたい奴を殴っていく。誰が誰だ、どういうフィーリングカップルになってくるんだ。カップルじゃないけど。お、え、やば、ほうや、お、言葉にできない。小田和正が降りてきた。いや、さっきの屋上のシーンは好きな瞬間の5本の指に入るな。お、殴りたい奴を殴れか、わかりやすい作戦だな。時間は何時にしますか。そうですね、あの場所まであの量のお金を運ぶのも時間がかかるんで。どうやって運ぶんだ、目立つぞ。それに皆さんもいろいろやっておかなきゃならないこともあるでしょうから、準備ができたらここに集合ってことで。ああ、最終決戦、俺は別に構わない。谷村君は誰を殴りたいんだろう。杉内さんいないし、桂木さんもいないし、警察の誰か。俺もそれでいい。新井さん以外のボス、4人ボスがいるってことになってくるよね。はあ、西島さんは。ああ、それでええ。生きる気力を取り戻してほしいな、なんとか。うん、よし、じゃあそれまでは各自自由時間ってことで。おお、いいね、エンジン。こういうのやめません、ちょっと古臭いし。いいからいいから、
こういうの大事なんだって。付き合え若者。さ、手出して。わかりましたよ。やべえやべえな。タイガ。あ、沢島さん。軽い感じで話しちゃいましたけど、一歩間違えば普通に死ぬかもしれない賭けだ。覚悟はできてますね。くぅ、熱いな。じゃあ、やべ、たまらん。登場会を守るため、お父さんから受け継いだ正義のため、安子のため、お前たちミレニアムタワーに向かう準備ができたら俺に声をかけてくれ。4人とも準備ができたら出発だ。もう最終決戦は目前目前目前ですね。あと休めるように布団を用意しておいた。使いたい場合は自由に使ってくれ。だってママありがとう。休むことで時間を進められる。昼や夜を切り替えることが可能。え、え、はあ、どういうことになってくるんだろうか。キリュウさん、ちょっと休憩していったらどうです。用事があるなら俺が代わりに行ってきますよ。主人公交代か。ちょっと待って、一旦待ってね、まーちゃん。はあ、はあ、そうですか。へえ、そうなんだ。これで秋山さん、そういえば所持金とかで困ってませんか。もうこの際だ、遠慮なく俺の金使っていいですからね。1000億ちょっとちょろまかしてもいいのかな。最終部以降の主人公たち、主人公の切り替えができるようになった状態では、所持金やカジノや闘技場などで稼いだポイント、アイテムボックスに格納されたアイテムが一つにまとめられ共有するんだ。ファー、また特定の主人公でしか入れなかった場所も行けるようになっているかもしれません。アジア街とかか。4人それぞれでカムロ町を探索してみましょう。ちょっと待ってくれよ。楽しすぎる。まあ店の金はミレニアムタワーの屋上に持っていくんで、湯水のごとくは使えないですよ。俺のポケットマネーだけですから。ザスザザザス。タイガ、タイガ頑張ろう。あなたがいれば100人力なんだ。ギリュウか、なんや、たまにはゆっくりしていったらどうや。用があるんやったら代わりに行ってきたるで。いや、ちょっと待って、キリュウちゃん、キリュウちゃんのサブストゼ、いや、一人一人とまだ遊び足りんよな。そうか、無理すんなよ。ありがとう。え、所持金増えてる。435万も持ってる。そうか、まーちゃんの300万があるもんな。まーちゃんありがとう。よし、ちょっと一旦セーブして。ちょっと待って、最終決戦行く前にやりたいことはいっぱいあるな。とりあえずキリュウちゃんからやり残しないよう遊んでいこうか。そうだね。え、ミレニアムタワー行ったらどうなるんだろう。4人それぞれの視点が切り替わっていくのかな。交代方法ね。はい、4人の主人公を切り替えてプレイができる。 OK です。うわ、なんだ、思い残すことがないようにしておけ。わかりました、ありがとうございます。なんだ、もうハーレムが完成したぜ。夢のハーレム、入れ食い状態だつってな。ちょっと一回外出てみよう。じゃあ今日はキリュウちゃんと遊んでいきます。え、すごい最終決戦まで時間かかっちゃう気がする。今日はキリュウちゃんで、明日は冴島さんで、明後日は谷村くんで、しあさっては秋山さんでとか。え、大丈夫そう。それでいいかな。主人公4人出会ったばかりだけどさ、信頼関係があるんだろうな。おい、おいおいおい、コーヒー男爵、うさんくさい男、もしかして桐生さんですか。誰だお前は。自慢じゃないが記憶力は悪い。ああそうだが、え、俺です、白木。あ、ほら、5年ぐらい前にチャンピオン街で俺ら拳で熱く語り合ったじゃないですか。もしかしてホワイトエッジの白木。あー、いましたね、カラーギャング、ホワイトエッジ、あとブラッディーアイ、あとなんかブルースカイブルーみたいなやついたね。はい、お久しぶりです。あー、いた気がするな。あー、久しぶりだな。スーツ着て立派な大人になったじゃないか。それにしてもだいぶ雰囲気変わったな。もうカラーギャングはやめたのか。
いやいや、もうとっくに卒業ですよ。っていうか、あの一件があってすぐホワイトエッジ解散したんで。ああそう、そうなのか。ええ、ま、若さゆえの過ちってやつですかね。もう無茶する年じゃないですよ。で、今は何をしてるんだ？サラリーマン？聞いたら驚きますよ。実は俺、プラチナって会社立ち上げて中古車のディーラーやってるんですよ。ディーラーか、しっかり仕事してるじゃないか。こう見えてやるときはやる男なんですよ。おかげさまでタメでここまで稼いでるやつ知らないくらい稼がせてもらってますよ。聞いてくれ、俺の友達なんて1000億持ってるんだぜ。まあ大きな声じゃ言えないようなものも取り扱ってるんですけどね。バカタレ、いわゆるフロント企業ってやつです。そうか、まあ元気そうで何よりだ。いえいえ、おかげさまで。あ、そうだ、これ俺の名刺です。なんかあったら電話ください。キリュウさんなら最優先で対応しますよ。どんな車種でも揃えますんで。ほえー、車買う？キリュウちゃん免許持ってるもんね。いいじゃないの、ファミリーカーでも買おうかね。はい、サブストーかな、白木との再会。うん、カラーギャング、白木も社会に出ているんだな。他のカラーギャングだったやつも街にいるだろうか。いや、みんなの構成具合を見て回る。あ、いいじゃないですか、街をどうせぐるぐるするので探していきましょう。あ、そうじゃん、今アジア街入れそうなんじゃないの。キリュウちゃんも久しぶりのアジア街入ってみようかね。うん、あ、入れるようになってるんだ。あ、そう、あ、まあそう、素敵や、ここが故郷だね。うん、谷村くんは元気でやっています。長さん、僕が責任を持って、誰もいない、失礼しました。はい、うん、まあさすがにアジア外では何も起こらないか。今日の目標はカラーギャングたちの構成を見守り、最後にカラオケでも行こうかしらね。どうしましょうかね。どこにいるの、カラーギャングの残党たちは。なんかまだ完結したわけではないですが、4はあっという間だったな。それだけ中身が濃いというか、主人公の切り替わりのおかげでか、すごいリズムが良かったんだろうな。いないな、カラーギャングの残党たちが。お前、お前っぽくない？違うかな。あ、ぽいぽい、いたいたいた。ほら、変なバンダナつけてると思った。あ、キリュウさん、お前は？ん？すごい、カムロ町の人気者。お久しぶりっす。ういっす。あ、すまない、誰だ？あっちゃ、マジっすか、キリュウさん。俺ですよ、赤い、赤ブラッディーアイ。ブラッディーアイすごい覚えてる、かっこいい名前だなって思った記憶がある。ブラッディーアイの赤いです、覚えてません？こいつらとどこだ、デボラだっけ。すごい苦戦した兄弟だったの覚えてるよ。5年前劇場前の、うん、デボラって店で俺らのことボコボコにしたじゃないですか。ああ、あの時の赤い兄弟か。お前らも雰囲気変わったな。スーツ着るだけでなんか立派に見えるね、不思議。もですか。ああ、ホワイトエッジの白木にも会ってな。白木も社会人らしくなっていた。あの白木が、マジっすか、考えられないっすね。お前らも白木と同じぐらいの表現っぷりだかな。あは、やっぱそうっすか。すげえ人が邪魔してくるじゃん、俺たちの会話。ああ、あの頃よりもかなり落ち着いたな。今は何をしてるんだ。レッドスネークってメーカー聞いたことないっすか。ない、レッドスネーク、赤ヘビ。実はホワイトエッジが解散した後、ブラッディーアイも解散したんすよ。で、俺ら兄弟で立ち上げたのがレッドスネークっていうメーカーなんすよ。そうだったのか。それで何を作ってるんだ。やだな、キリュウさん、もしかすっと俺らキリュウさんのお世話してるかもしんないっすよ。お世話だと、なんだいやらしい。兄貴、聞いてるこっちが恥ずかしいぜ。ん、なんだこれも、なんか元ネタがあんのかな。あ、これうちが出してる新作なんで、よかったら見てくださいね。ちなみに俺も出てるんで。出てる？ああ、ありがとう。なんだ、出てる。ん、それじゃあお疲れ様っす。何もらったんだよ、キルちゃん、私にも見せな。ん、素人AV メーカーか、レッドスネーク。素人ナンパインよこすか。素人者か、キリュウちゃんの大好物だなって。バッカバッカ、お世話になってます、レッドスネークさん。ギャング連中も形はどうあれ社会に出てるんだな。まあ大事なお仕事だな。
ウェーレッドスネーク、ブラッティア、あとなんか青色っぽいギャングもいたんだよな。うん、お前違う？うん、ん？中道通り裏の工事現場で青ずくめのギャングみたいなのが集団で OL さん、青色のギャングは構成してないようだな。中道通り裏、オッケー。無理無理、助けるとか漫画でしょ。触らぬ神にたたりなしってな。カムロ町で変なことに首突っ込んでたら命がいくつあっても足りねえよ。まあとりあえず中道通り裏あたりは危ねえみたいだから、お前も気をつけろよ。俺は触りまくってたたりを起こすぜ。行きます。青色のギャングチーム名が全然思い出せない。なんだっけか、うん、あ、いたいたいた、青が。こいつらはメンバーへ、お友達になろうって言ってるだけじゃん。堅苦しいこと言うなよ。言っとけ言っとけ、女は推しに弱いぞ。バカにすんじゃねえぞ。やめてください。 OL にしてはスカートが短い老け顔の男、こいつがリーダー。青木、青木みたいな名前じゃない？違うかな、白木ときて青い。あん、何見てんだ。おら、どっか行けよ。おっさんの番号も聞いちまうぜ。ギャー、聞いとけ聞いとけ。 B うるさいな。カムロ町のイケメン集団、略してブルーZ、ブルーZだったっけ。シンプルだな。よろしくよろしく。全然略してねえよB うるさい。 B だけは友達になりたい。キリュウさん、やっぱお前が5年前からのリーダー。青田か、青田、お前何してんだ。キリちゃんよく覚えてたね。ごめん青田、私は忘れてた。青田、他のリーダーは形はどうあれ次のステップを歩み始めていたぞ。お前の選んだ道なら文句は言わない。だが本当にこのままでいいのか。先生、うるせえ、あんたに何がわかるんだよ。逃げろ逃げろ。ああ、OL さんを逃がしてやった。ああ、いつまでこんなことやってんだ。あと一歩でナンパ成功だったのに、どうしてくれんだよおっさん。5対1のナンパは怖いって。青田さん、このおっさんやっちまいましょうよ。そうだな、5年前のお給は聞いてなかったのか。おいお前ら、このおっさん気が済むまでボコボコにしたれ。行きまーす。まったく、俺は一人で上の清和会を潰した男ぞ。行っちゃうか、しょうがねえ。うん、じゃあチャリ使っちゃうね。はい、一網打尽じゃ。ボケボケ、おいしょ。はい、誰が起きるのかな。君が一番最初に起きたから。ドン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 、よし、やっちゃうか。うれ、ブルーZね、ブルーZ、ホワイト H、いって、おめおめおめはよ。ホワイト H、ブルーZ、ブラッディアイの3つだったか。そうかそうか。はい、おれおら、青田、お前は痛い。ビリビリする、とてもビリビリするじゃないですか。あ、もう目を覚ませ、お前だってやり直せる。人生は、人生は一度きりなんだぞ。悔いのないように生きようぜ。はいはい、終了だよ。おい、まあな、構成って難しいよな。く、気が済んだか。くっそ、俺だって分かってんだよ。カラーギャング構想時代には弱小扱い、今は完全に置いてけぼりで、こんなバカばっかやって焦ってないわけねえだろうが。うん、青田さんは、青田さん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 は、え、青田さんは白木や赤井たちとは違うんすよ。何が？ホワイトエッジもブラッディアイも一部の幹部連中以外はあっさり切り捨てて今の立場に収まってんだ。あ、部下っていうか、あ、部下っていうか仲間たちを切って会社を設立した。青田さんにだって組の人から声かかってたんすよ、うちでやらないかって。でも青田さんはこんなバカな俺らを見捨てないでいてくれて、いつも一緒にバカをやってくれて、まあ、褒められたことではないけど仲間思いか。白木や赤井に切り捨てられて行き場を失って、変なもんに手出してダメになっていったやつを何人も見てる。俺らが頭悪いから青田さんに迷惑かけっぱなしで足引っ張ってるだけだけど、でも何があっても青田さんに一生ついていこうって思えばここにいる全員が思ってることなんす。お前ら、うん、すいませんでした。キリュウさん、こいつらはこう言ってくれてますけど、俺もこいつらに甘えてました。ずっとギャングみたいなことしてても
きっと何も変わらないんです。まあ、部下っていうか射程のためにもな。これからはこいつらと一緒に歩める次のステップってのを探してみます。こんな信頼し合える仲間がいるなら大丈夫さ。お前らついてきてくれるか。はい。いい仲間じゃないかよ。意外といい仲間に恵まれてるじゃねえか。カラーギャングしていた奴らの中で実は一番幸せなのは青田かもしれねえな。まあ、セクシービデオを作ってんのもなかなか幸せだと思うけどね。ああそうか、カラーギャングたち、そっかそっかそっか。極みの頃戦った敵がこうやって一緒に、キャラたちの成長が見れるって、一緒に時代を生きてるって感じするよな。5年も経てば人間変わるか。カラーギャング、青田のように仲間を大切にすることも大切だな。頑張ってほしいものだ。おい、カラーギャング終了ですよ。さあキリュウちゃん、バトンタッチする？どうする？ちょっとキルーちゃんとカラオケに行ってなかったので、今日はカラオケでお別れとしようか。あんたの美声を聞かせてくれよい。よよいのよい。はい、マシンガンキス。これ4で初めて出てきた曲だよね。聞いたことないよね、私ね。歌ってくれたまえよ、キルーちゃん。頑張るね。響かせな美声を。うまいね。真剣にやる。真剣にやって真剣に聞く。こういうロック調の歌に合う声ですね、キルちゃん。生き様がロックだからってこと？そういうこと聞いてる。ごめんね、黙るわ。ゆうた。ピーブ。ちょ、待てやめろ、切る。かっちょ、助けかっこいい。ちょっとどこ見てるか、かっこいい。何、やめて。ちょっとスタンドマイクをそうやって、おお、いい。かっこいい。あ、すげえ。あ、お腹痛い。かっこよすぎるんですけど。やだ、やべえ。マイクさばきちゃった、お前は。マシンガンキスいい曲ですね。いや、好きです好きです、なかなか好きですよ。うわー、あ、900超えた、よかったよかった。マシンガンキス、かっこよ。いい歌、好き。いや、どうしたいの、キリュウカズマはどうしたいの。かっこいいが過ぎますね。こら、こら、お前は。いや、キリュウちゃんと無事カラオケにも来れましたと。いや、最終決戦まで楽しめそうな要素はまだまだあるね。やり残しがないように、できればアモンにも会いたいなと思っていますが。いるよね、4にもアモンね。遊び尽くしていきましょう。はい、ご視聴ありがとうございました。キリュウちゃんから1億も2億もキスいらないわ。笑っててくれればそれでいいんですけど。聞いてる？セーブ行こう。